なんで、そこそこ準備変更の書きよ。あんまり入れてないね、そういうものに。 Change productivity. We'll see how it goes about that, but I remember it was close to 25% last week. It stopped placing quality to invalue. I'm sorry. みなさん、おはようございます。この日はちょっと早めに目が覚めました。ユニもちょっと早めに起きちゃいました。1歳になってからおトイレもほとんどこうやって座ってできるようになりました。補助のお便座ももういらないんだって。マイルとオッパは朝早くからランニングに出かけていきました。癒しべーべーしてんのくっつき虫グッパグッパ。ちょっとユニとゴロゴロしてから準備をします。最近ユニはすごい抱っこちゃんなので、前にそろーりと入り込んで抱っこしてって言うんですけど、それが可愛すぎて。ちょっとやらないといけないことがあるときは大変なときもあるんですけど、いつか抱っこしてなんて言わなくなるんだろうなとか、この上目遣いが見れなくなるんだろうなとか思いながら、今日も思う存分抱っこします。いない。あの女性ちゃん、母さん、幸せ。今日はちょっと早く起きちゃったから眠そうだったので、ゆらゆらしながらまた寝るかなとずっと抱っこしています。やっぱり眠っちゃったので、ゆっくりベッドに寝かしつけます。私が隣にいないのがバレて起きちゃったので、もう一回ゆらゆらまた眠っちゃいました。赤ちゃんの香りって幸せの香りがします。この時は3月だったのでお雛様を飾っています。私、オッパは얼굴에트러블이많이생기는거보여가지고스킨케어골라서사용하는성소를쓰고준비해보도록할게요오빠가준비해달라고한건아닌데이렇게준비를했어요여러분들한테소개를해드리려고했는데오빠가여드름생겨서제가묻혔는데안에바늘같은거있는패치인데터지기전이랑터지기후라고나눠져있는패치인데아주좋아요진짜하루만에여드름이없어지더라고요유니의방에놓여있대で遊びながらメイクしたりするんですけど、さっき寝ちゃったので一人寂しくメイクをします。肌が呼吸できるクッションファンデーションみたいなテーマだったと思うんですけど、すごい軽くて好きです。ユニ来たユニ来た、まさか、よいしょ、ポンポコポンポコタヌキさん、ポンポコポンポコタヌキさん、わー上手。タッチしてごらん、ピッ、パックスイマー、ドカツネカツ、上手上手。これで、はーいっていうのを覚えました。いくよ、はい、ブンブン食べるのだーれ、はーい、上手。カエルさん、ケロケロ、ユニちゃん、はーい、上手。パパも帰ってきました。パパも帰ってきたね。頑張れー頑張れー、パンパン、バズナワさん。
いやすごい叩いた。遊ぼ。あそこ。簡単に終わりました。もうこんな感じ、特別なことはなんもないよ。もういい天気。ユニ今日何する？しようかなって選んでる時も下にはユニちゃんがいます。いただきます。かわいい。せーの、ごちそうさまでした。ピン、グッチョー、グッチョー、ミミ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 ミのいい株があります。あんまり入れてないんですけど、そういうものにね限ってすごい上がる。今はこんな感じ。ステータス何ですかってよく聞かれるんですけど、私は今グリーンカード、おっぱもグリーンカード、お互い会社スポンサーのグリーンカードで取りました。アメリカに限らずやっぱり外国で働いてる方はそうだと思うんですけど、ステータスっていうのはやっぱり大事じゃないですか。どんなに夢があって仕事をしたいと思っててもやっぱりステータスっていうのは運とかもあるし、人の縁とかもすごいあると思うし、だからそういう人たちの助けになれるように私もいつかこの会社でグリーンカードのスポンサーができるくらいまで成長したいなって思ってます。大変さが分かるからこそその応援ができるような会社になりたいなっても思ってます。とても大事にしてるのはオーバーアチーバーを会社の中で作りたくなくて、時々いませんか、会社とかチームの中ですごいできるくんっていうか、できるというか仕事を熱心にすること、あるいは熱心にしてるのを見せることに熱心な人、そういう人がチームに一人いるとチーム全体のこう、なんだろう、効率っていうかやる気もすごい下がるんですって、でハーバードの記事に書いてあって、すごい私自身も理解できたので、そういうオーバーアチーバーを作るような仕事分担もしたくないし、空気も作りたくないので気をつけてます。仕事を一生懸命やってくれるのはすっごくありがたいし大事だと思うんですけど、ちょっと待って、悪く捉えてほしくないんですけど、仕事っていうのはどうにでもなるんですよ。常にみんなには自分の人生っていうかライフを優先してもらいたくて、やっぱり計画してスケジュール立てていくのはすごい大事だと思うんですけど、自分の人生を押しつぶしてまで仕事はする必要ないと私は思ってて、人生を楽しむことを一番に考えてほしいです。They don't know much about the LLMs change productivity at the firm level. We'll see how it goes about that, but right now it's 25%. I remember it was close to 25% last week. Yeah, 24.7% or close to that. So, schedule, can you put that on my schedule so that I won't forget? I cannot say that in general because I don't think all of the people are the same, but so maybe we can use price to sales ratio. So it said, even if a company posts a stellar growth rate in its revenue and or earnings,
Its stock price can fall due to a value elevated expectation. That could be it. So, for example, if analysts and investors expect a company to, whether it's audited income statement or not audited, because dedication and strategic planning, that, yeah, slightly. Slightly, but still. Sure. I'll be available anytime, but except 3 to 4 or maybe 5. お家に戻ります。ただいまただいまただいま。おいもおいしい。マイロちょうだいちょうだいしてたでしょ。んしてたよ。はい。Say hi. Thank you. It's been a month, I guess. スーパーでお買い物をしてこんな感じの月曜日の日中でした。アメリカの物価もどんどん上がってると思うんですけど、トレーダージョーズの物価は結構なんか頑張ってるんじゃないかなと思って、元の値段をちょっと覚えてないんですけど、そんな感じです。それでは今日も皆さんが素敵な一日を過ごせますように。またね。